テーマは好きな飲み物です。ぜひ送ってください。5秒前。お願いします。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。9月12日サザンブリーズの時間です。はい、お願いします。今日もギノワン市の綺麗な海、うん、トロピカルビーチからお送りします。お願いします。2週間ぶりですからね。そうですね、私たち海に来るの で先週はスタジオからお送りしたんですけども、だいぶ様子が変わってますね。やっぱりもう9月に入って2週間経つと、やっぱ日が落ちる時間がね、だいぶ秋めいてきました ね早くなって、びっくりした。まあ、今日はちょっと曇ってることもありますけども、はいはい、いつものように日差しが強いということもなく、ギラギラがなくなりました ね穏やかです ね日差しはね、非常にね、過ごしやすい感じになってるんじゃないでしょうか。そうそうそう、風はまでもいつもぐらい吹いてますね、うん、そうですね。はい、今日はねまた またでもそれでもね、やっぱ今日もまた多くの皆さんが、そうですね、人はたくさんいて、海でどんな風に過ごしてるかなって覗いてみたら、なんか、はい、温泉みたいな、なんか使って泳いでるっていうより使ってるみたいな、なるほどね、ゆったりもこうリラックスしてますっていう、ね、人が多かったですね。いいなぁ、いいですね。これまたでもまだまだ泳げますからね。いや、行けますよ。全然全然行けますよね。はい、でバーベキューの匂いもしてますよね。バーベキューも今日もね、さっきも何台も出ていきましたね。出ていきましたね、売れていきましたね。はい、で今日は音楽いつもビーチに流れて、うん、この時間はねサザンブリーズ流していただいてるんですけど、はい、売店から今喋ってますので、気づいた方手振ってね。お願いします。あ、ありがとうございます。いやありがとうございます。しゃったあのね、ライフガードのあ, ありがとうございます。イエーイで、あの、で、この音が聞こえてるんですけど、ちょっと今日はコンベンション寄りの方に耳を澄ましますと、アムロちゃんの音がめっちゃ聞こえてるんです。あららら、すごい足場組んであって、なるほど。コンサートが土日にあるらしいですね。ああ、もうその準備をされてると。うん、はいはい。ああ、早いですね。ちょっとドキドキしますね。うーん、ファンの人とかちょっとたまらないですよね。いいですよね。待ち遠しいですよね。ねえ、そんなちょっと準備段階からもし見れたらね、楽しいですよね。木曜までだったらこの状態で見れますね。ねえねえ、外からもちょこちょこ見てから。横のファンの人はちょっと味わえるんで。いいですね。金曜日からはね、もうさすがに準備のために車両が入れないそうなんですよ。そうなんですね。すごいですよね。あ、そこまでの体制を整えてやってると。はいはいはい、あの、泳ぐのはできるんですけど、車は入れないですね。なるほど、車両は入れないと、うん、木曜日までは通常通りです。はい、ありがとうございます。
ツイキャス来てますね。はい、いただいてます。この放送ラジオとツイキャス、ユーストリーム、それあユーストはやってない、ツイキャスとリスンラジオで放送しております。はい、よかったら聞いてくださいね。お願いします。で、皆さんからのメッセージお気軽にお待ちしてますよ。はい、今日はね、テーマは、うん、好きな飲み物。飲み物、はい。さあ、まだまだ夏ですから。そうですね、飲むでしょう、いっぱい。まあ、まあ、夏でも飲むしまあでも冬は冬で飲みたいものもあるね。冬は冬でまたね、楽しみありますしね。はい、のテーマで皆さん自由に送ってくださいね。お願いします。はい、はい、そしてはツイキャスいただいてま す, ます。レナスさん、ユキさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。あずまさんもいます。いますよ、あずまですよ、いますよ。はい、そして、人生送りバントさん、はい、沖縄は三品茶ポピュラーな飲み物ですが、うんうん、内地はジャスミン茶という名前でさほどポピュラーまでは行ってない気がしますよね。あ、そうですね、確かに確かに。だから中身はジャスミンティーでしょ。そうですそうです。だけど、ね、これほどまでには飲まないってことでしょ、沖縄以外は。飲まないですね。だから僕でも、去年の4月までずっと大阪内地にいたので、はいはいはい、やっぱね、選ぶお茶はね、ジャスミン茶でしたね。あ、やっぱり僕は飲みたくなる。飲みたくなる。美味しいですよね。ジャスミン茶も三品茶と思って飲むって。はいはいはい、一緒ですよね。一緒です、まあ、そうですよ。一緒ですけど、どう違う。でも周りのね、男友達からしたらね、はい、なんかそうジャスミン茶ってね、はい、っていうのはやっぱちょっ と, あのなんていうんですか、ちょっとおしゃれぶってるじゃないけども、普通のお茶じゃないじゃないですか。はいはいはい、ウーロン茶とか、ほうじ茶とか、まあね、ウーロン茶とか。うんうん、いやいや、お前ジャスミン茶って何みたいな。はいはいはい。って言われるけど、いやこれはね。沖縄のね、三品茶なんだよと。中華料理のとこでしかあんまりない気がしますよね、そういえばね。ジャスミンね、確かにそうかもしれない。大好き、美味しいですよ ね。その人生送りバンドさんは、ちなみにシークワーサージュースよりもグアバジュース派ですって、はい、グアバジュース、あ、ジュースの比較で、ジュースだから、その飲み物で言うとシークワーサージュースよりもグアバジュースが好きですと。いいですね、どっちも。グアバジュースは飲んだことあります？ありますけど、うん、あってすごい好きだったけど、沖縄に来たらグアバそのものが食べれるじゃないですか。あ、確かに。それからは結構ジュースよりもこのガムガムかじってます。身の方、身の方、口の中でジュースにして。いや、それはちょっと、まあ、それ違う な、うん、ならない、ならないか。それ違う。そんな汁気なくないですか。いや、まあ、確かに。だからグアバジュースでもあんまり、グアバってあんまり汁気ないのによっぽど使ってるんだなと思って。ああ、確かに。なるほどなるほど。あの、ちょっと話、はい、あ、これどっちが好きですか、シークワーサーとグアバ。どっちかって言われたら、あ、僕シークワーサーかな。あ、酸っぱいのいけるんですか。うん、シークワーサーが好きかな。いいですよね。いや、いいですよ。目が覚めますよね。いや、そう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 、うんうんうん、本当に。で、それこそ内地で行ったら、シークワーサージュースとかあったら思わず買っちゃうとこありますよ、やっぱり。あ、和下ショップとかで、うん、そうそう、とか普通のあの、なんかあの時々ね、自動販売機にもあったりするんですよ。あ、でも最近ね、そうですよね。そうそうそう、ね、暑さで言えば向こうも暑いから、こう沖縄のものとか売ってますよね。ね、はいはいはい。このね、はい、人生送りバントさんの名前が私意味が分かんないですけど。え、どういうことですか。どういう意味なんですか。いや、送りバントは分かります。送りバントが分かんない。あ、送りバントが分からない、はい、すいません。これ説明すると長いな。送りバントは、いや、まあでも要は野球用語ですよね。それが分かる。送りバントっていうのは、うんうん、で、送りバントは、まあ、要は 一塁にね、ランナーがいると、はいはい、前の打席にね、はい、あのヒット打った人がいると、その人を二塁に送るために自分がバントをしてアウトになって犠牲になって送るわけですよ。あ、だから前の人生かすための、そうそうそう、だから要は送りバントっていうのは結構まあコツコツと、はい、まあ、やっていくぞと。人生を人生を送りバントを、まあ、自分を犠牲にしながらも、まあ、みんなその前の人をこう生かしたりとか。はいはいはい、なるほど。当てるのかな。でもそういう意味で名前。いや、まあでも送りバント、まあ、送りバント自体はね、はい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 、そういうもんですから。あ、はい、じゃあなんかいい人じゃないですか。いや、そうですよ。まあ、そういう人生送りバントさん、そういう形 で、ね、まあ、ちょっとコツコツとやっていこうっていう、でしょうね。よろしくお願いします。お願いします。今突然疑問に思ったんですね。全然意味わからんけど、なんか知りたいなと。そして、はい、刺激のめいちゃん来てますね、はい、いただいてます。波浪警報発令中なんですよね。 あ、そうなんですね。ちょっと調べます。 あれか、そうか、台風ができてますよ ね、 すよね。18号でしたっけ。あとでお天気情報をお伝えします。はい、はい、そんな刺激のめいちゃん、なんで安室ちゃんのライブ開催に限って台風向かってくるんでしょう ね。 そうですよね。ちょっとね、心配ですよ ね、 ね。しかも野外の時に限って、ね、確かにこんだけ準備して台風になったら、まあ、中止になったりとか、うん、
大変欲しいけど、いや欲しいな、どうかな。はい、そして、はい、そして、くまモン県の六角堂の地蔵さん、はい、はい、コカ・コーラプラスコーヒーって発売されたそうですよ。熊本じゃまだ見てません。コーラにコーヒーが入ってる。コーラにコーヒー、え、いや私は混ぜない方がいい。確かに別々で飲みたいかな。コーラにコーヒーなんだ。それでもどうなんですかね、 目が覚めるんですかね。一応覚めそうですけど、ね、別々で飲みたい。なんかもったいないな、両方なんか。いや、まあでも飲んだことないんでね、何とも言えないですよね。もしかしたらそこ美味しいかもしれないし。売ってるんですね。飲んだことないな、たぶん飲んだことないな。あ、人生送りバントさん、わざわざ取り扱ってくれてありがとうございます。いえ、こちらこそ。ありがとうございます。シュプリームさん、はい、いただいてます。シュプリームさん、ユキさん、アズマックス、こんにちは。こんにちは。はい、今日は車を運転中のため、キャスの視聴コメントできませんが、ゆたしくです。律儀ですよね。ありがとうございます。本当にもいつもいつも。耳だけ聞いていただいたら。お願いいたします。はい。はい。今日はテーマね、好きな飲み物です。うん、私さっきあの伊佐にね、うん、沖縄ウコン堂っていう工場があって、ウコン茶飲んだんです。美味しかったです。冷たく冷やして。あ、なるほど。ウコン茶ってそんなちゃんと飲んだことないな。そうですよね。なんかでもやっぱりどうしても名前の響きというか、はい、そういうのイメージでちょっとなんか苦いというか、あ、だから要は薬膳な感じじゃないですか。ウコンっていうと薬膳な感じですよ。はいはいはい、飲みやすい。いや、薬膳な感じですね。薬膳、それは変わらず。ああ、私薬膳的なのが好きすぎてその辺なんとも思わなかった。ああ、そういうこと。そうですね。でもさ、要はそのグビグビ飲むって感じじゃない。いや、冷たく冷やされてグビグビ飲みました。氷入ってて。あ、そうなんだ、うん、それは飲みやすい。あとね、この前ミニミニ動物園に行ったら、うん、なんか電球の形の今水筒みたいなの流行ってるじゃないですか。電球の形の水筒、電球を逆さまにしたみたいな。ほう。あれになんかソーダが入ってピカピカ光るやつが出てて。何がピカピカ光る？あ、電球が、電球、この入れ物が光るから飲み物も光って見えるんですけど、はいはいはい、へー。ソーダの色は水色で、うん、ゼリーが緑とか水色のが浮かんでて、はいはい、シュワシュワしてるの、美味しかったです。ああ、それはでもあの、まあ、見た目も面白いですよね。見た目も面白い。あ、それすごいな。そのうちだ、器自体のやつが結構そのまあ装飾されてるというか。そうですね。あの水筒、うん、ね、分かるかな、大きい電球みたいなのにそのまま飲み物が入ってるんですよ。へ、うん、じゃあでもやっぱりその普通の飲み物と比べるとまあちょっと割高の値段で。あ、そうですね。そうですよね。そう、これ自分で作ったら絶対うん100円やなと思うけど、ちょっと500円近かったり。それ中入れ替えできるんですか？あ、まあできますよ。入れ替えてそのまた言うたら自分で使ってできますやったりとかできますね。そうだったけども、それこそなんかそう使い捨てて 言わないかな、ね、5回ぐらいは使えそうな感じ。あ、本当ですか、うん、ねえ、いろんなものピカピカさせてください。はい、あ、ありがとうございます。シュプリームさん、好きな飲み物だけコメントしますと。 ありがとうございます。サングリアが好きです。あ、いいですね。昔スペアに行った時に、お、初めて飲んだ味が忘れられないです。スペインで飲んだ、おしゃれ。ちなみに昨日は嫁にダーツでボロ負けして焼けビールしましたと。サングリアいいですね。美味しいですよね。サングリアって何ですか？やっぱりさっきのリアクション聞いてたら知らんだろうなと思いましたけども。そう、だってそこで いいですねなんやと思って。サングリアご存じない？何でしたっけ？サングリアは要はあの、まあ、ワインの一種みたいな感じなんですけど、うん、要はそれもそれ果実のやつがすごいいっぱい入ったワイン。ワインは果実酒ですよね。よりそれに要はそのなんていうかオレンジとか、はい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 、他のいろんな果物もこう具を混ぜて、はいはいはい、なんでそんなおしゃれなの知ってるんですか？え？ワインでつけたやつ、はいはいはい、がサングリア。へー、東さん意外とおしゃれなんです。いやいやいや、おしゃれというか僕だからそのお酒がね、お酒自体がそこまで飲めないんですよ。ああ、ちょっと甘い系。そうだから、だいぶ甘い系なんで、これは結構グビグビ飲めるので美味しい。うん、
たスペインで飲んだら美味しそう。いやそれは美味しいってこと。いやまあそうでしょうね。美味しいは絶対それ。ね、あとね嫁さんところ、はい、いつもラブラブ、ね、本当にちょいちょい、ね、いいですよね。本当に。いいな。この間小旅行行ったんでしょ。よく覚えてる。小旅行、夏は小旅行。ダーツで。いやいや、けじゃないっすよ、うん、その嫁に負けてくらいで、ね、いいな、いいなちょっと、私はひがみ入ってくるずっとひがみがそうそう、一曲行きましょう、ね、夏を諦めて。じゃあ、すごいね、テンションがすごい喋るのがやっぱ上手ね。どうぞ、ティーンさん、中へどうぞ。普段とテンションが違うのこうやって話してるのは聞こえるんですか、ツイキャス見てる人は。あ、今、聞こえさせることできるんですけど、今消してます。今消してるんです。この曲の後に、うん、あの CM 入れてから紹介します。あ、お願いします。人生送りバントさん、そういう意味だと思います。すごい分かりやすい解説でしたね。こうそういうことですよね。そういうことですよね。送りバントの説明完璧だと思って。いやこれ難しい。ランナーって言っても分かるかなと思いながら。来てますよ、人生送りバントだから山田。山田圭一さん。本当によく言われます。よく言われそうですよね。1回ぐらい言われてます。高校の時から言われてます。うわ。ああ、そっか。こうやってバン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 飛んですね、はい、フリームさんとか東京からですね、なってくるでしょ、とんでもないでしょ、ね、脳告知で、みんなあっちゅう全然みんな来るだろう、そっくりさんと思いますよ、ね、番組の CM ですか。これはこの番組は FM 機能の局の番組なんで、うん、局についてるスポンサーさんが、まあ、嗅覚とか、うん、この歯衣のパークとか、うん、ニアンチのシェフって、ああ、誰ニアンチのシェフって、シェフわかんないな。ニアンチは、ニアンチはわかんない。いろいろ言うてますけどね、気になりますね。あれ女子分からんけど知らんけど手振られたから、いやこっちから振ったんですよ振られたから振っとこうと。私知らない人に手振るとかラジオやるまでできなかったんですできなくないです知らない人に手は触れないですね基本ですねそれは振らないです、知らない人に歩きながら触れないというか振らない、おかしいおかしいだからやれないというかやらない感覚がちょっとねおかしくなってきてるなと知り合いじゃないんだ。ラジオを見るんですね。うん、まあそうね、県外の方とか。マイクあのだいぶ近づけて喋ってくる。行きます。じゃあそろそろ始まるか。
どうも、安室奈美恵です。うわ、出た登場したどうします、わあ、びっくりするそっくりさんがあ、ね、いるんですかね、今。いや、今はいないでしょ今はでしょ本番の、例えば言っても前日とかそれぐらいでしょ。今はさすがに、今安室さんがいて、何曜日、火曜日、おかしいでしょ。座席作ってたらおかしいでしょ、安室さんが。リハやってるかなと。いやいや、念入りな。いや、まあ、早すぎる。何日前かリハするんですか。そうですよね。土曜日ですもんね、本番で。まだまだ早いです、はい。では、ここからはゲストのコーナーです。ゲスト、はい、ありがとうございます。では、自己紹介、お願いします。お願いします。こんにちは、山田コーヒー沖縄の山田と申します。こんにちは、よろしくお願いいたします。ツイキャスの画面にも映っているので、うん、人生送りマークさんが山田孝之さんですかって来て、あ、いい、山田ひろゆきさん、ひろゆきさん、惜しい。え、一文字違いです。一文字違いです、はい、いや、私もどうしても山田孝之さん、なんかこうかダブルっていうか、確かに名前まで山田ね、だからそう、すごいリンクしてますね。なんか関係ある？いや、ないですね、ないんですけど、15年前ぐらいから、はい、はい、なんか言われますね。やばい、言われますね。ですよね、本当に本人に申し訳ないいや、別にいつか会いたいです。いや、並んでほしいねえ、本当に見たい遠目で見たら、どっちみたいな分からんかもしれない。ですね、はい、山田さん、まあ、山田コーヒーさんは、はい、沖国の近くですよね。はい、コーヒーショップやってます。私コーヒー大好きで、宜野湾でなんか美味しいとこないかなと思って探して行ったんですよ、うんうん、とっても美味しくて、でそちらのお店でも飲んで、でお家でも買って粉でね、買って飲んでるんですけど、やっぱ美味しいです。うーん、そうなんですね、飲んだことないな、せっかくでも今日、ね、いただいて、そう、粉持ってきていただいて、ありがたいですよ、はい、本当にこの匂いがもういい匂いいいです。あー、香ばしい。これでもなかなかね、このコーヒーでね、何なんですか。違う、ま、今匂いを嗅いでコメントを言おうと思ったら、マイクカバーを匂いでからちょっと間違えました今。いや、でも家でね、僕そのようなコーヒー自体っていうのを、はいはい、そこまで飲むようなタイプじゃないんですよ、うん、で、要はでも、まあ、ペットボトルとかね、そういうので買ったりとかっていうぐらいですけど、こうやって粉でいただいて飲むっていう機会が実は僕なくて、これでちょっとすごいいい機会にいただいたなと思って、全然違うんですよ。全然違うんですか。うん、違いますね、やっぱコーヒー、やっぱりでもあのペットボトルで売られてるコーヒーとか、うん、例えば缶コーヒーとかっていうのは、はい、まあ、我々が扱うようなコーヒーとは、まあ、区別して考える必要があるんですよ、はい、やっぱりあの同じコーヒーであっても、うん、まあ、そこはあの我々が缶コーヒーはダメだとは全然思ってないですし、うん、ペットボトルで売ってるコーヒーがダメだとは絶対思ってないので、うん、あれはあれでやっぱり工業製品としてはちゃんと役割のある製品なので、はい、まあ、我々がやってるのはあの、まあ、農作物としてのコーヒー、はあ、なるほど、我々の考え方としては要は、はい、あの鮮度を追求する、で、まあ、その農作物として、どう出来上がって、コーヒーはどうやってできていったのかっていうところを、うん、まあ、あの重視するので、はい、それ出来上がってきたものに対しての、まあ、味わいとか、まあ、そういったものを重視するっていうところですね、まあ、野菜であったりとか、うん、果物であったりとか、うん、そういったものと、うん、あの同じ、だからこの落ちてるところに産地が書いてあるんですか。そうですね、やっぱりそういったどこで取れたものとか、はい、どうやって作られたものかっていうところが、大事になってきます。はい、じゃあもうその山田コーヒーさんで取り扱われてるそのコーヒーの米とか粉とか豆っていうのはもうすごいもう厳選されたやつ。そうですね、もう多分世界中旅しても出会えないと思います。おお、はい、はい、まあ沖縄ではまず出会えない。まあもちろんあの当たり前なんですけどね、はい、いろんなコーヒー屋さんありますけど、はい、まあうち独自のあのテイストとか、はい、そういったものを味わっていただけると思います。はい、そのコーヒーの、もともとコーヒーお好きだったんですか。いや、まあ二十歳ぐらいから、はいはい、あの飲んでますけど、はいはい、まあ、あのコーヒーの仕事は21から、うん、あのコーヒーの会社に就職して、うん、はい、
2年、3年ぐらい前から、はい、今なんで一人でやってます。はい、あ、そのじゃあ働かれ始めてからそのコーヒーに興味を持ってってことですか？そうですね、はい、もともと今やってる宜野湾のお店は、はい、もともと父が、やってたコーヒー店なので、へ、まあ、そこを受け継いだというような形で今に至ります。はい、ああそうなんですね。お父さんもやられてて、はい、じゃあもうコーヒーが結構もう身近に、そうですね、身近には、はい、ずっとありましたね、ちっちゃい時から。はい、これどころ、産地はどこが多いんですか？まあ各国というか、まあ、主にまあ、南米、中米、まあ、中米というのはまあアメリカの下にメキシコありますけど、はいはい、メキシコより下の部分から、うんうん、まあ、パナマまで、はあ、でさらにその下、まあ、ブラジル、はい、コロンビア、ペルーだったりとか、そういう南米、うん、で、まあ、アフリカの方、はいはい、その中でも、まあ、ケニア、タンザニア、エチオピアあたり、あとは東南アジア、インドネシア。コーヒーベルトってあるんですね。そうですね、うん、まあ、その赤道に近いところですね。そういうところに行かれたんですか？いや、行ったことはありますけど、うん、行ってるというほどでもないです、うん、はい、まあ、直接僕が買い付けに行くとか、そういったことはしてるわけではないです、うん、はい、じゃお店でこのじゃ自分が取り寄せた豆を焙煎して、はい、はい、そうです、はい、豆打って飲んでもらってっていう感じですね、はい、以前行った時は、はい、販売だけだったですね。あ、そうですね、うん、年明けて全面的に改装して、うん、中でも飲んでいただけるようになってます。へえ、あ、カフェスペースが、はい、そうですね、はい、改装されてからも行ったらすごいくつろげるというか、はい、落ち着く、なんかいいスペースになってました。はい、すっきりしました。へえ、そうですね、すごい変わりましたよね、はい、すごいすっきりして、なんか、はい、一人でこう、うん、コーヒー飲みながらゆっくりできる。ああ、いいですね、それこそおしゃれですね。そのスポットが。なんか本とかも置いてあって、もうこの前熟読してました。なんだったか、なんか言葉の表現のなんとか。じゃあもう落ち着いていちゃうような。そうそうそう、お店で、ね、コーヒーのその豆種類というのは何種類ぐらい置かれてるんですか？そうですね、常時一応18種類ぐらいで、はい、そのうちの、まあ、9種類ぐらいは、うん、まあ、各産地ごとの。コーヒー、どの国のどのエリアの、はい、まあ、どういう農園、どういった品種なのか、まあ、そういう産地ごとのコーヒーですね。あとは残り9種類は全てブレンド。あ、なるほど、ブレンドしたもの、お店のオリジナルブレンドですね、が9種類あります。人生送りバントさんが、山田コーヒー視聴者プレゼントありがとうございます。あ、いえいえ、とんでもないです。お二人に、お送りしてください。します、ね、します、半分こします、半分します。へー、すごい。その、じゃあそのコーヒー、まあ、今回ね、我々のいただいたこのエチオピア産のコーヒー、はい、なんですけど、はい、あ、こっちコロンビア。あ、本当ですか、うん、あ、そっちコロンビアで、あ、そうなんですね。このこちらのコーヒーの、はい、この豆の豆とかその粉はどういった特徴というか、うん、まあ、もちろん産地によっても違いますし、はい、作り方とか品種とかいろんなものによってコーヒーの味って変わるんですけど、はい、まあ、特に今日持ってそのエチオピアとかのコーヒーなんかね、はい、結構、まあ、フルーティーなタイプというか、まあ、コーヒーでありながら、まあ、すごく果実感にあふれているコーヒーですね。で、しっかりと酸があって、うん、スイートな印象があって、で軽やかに飲めると、はい、フルーティーなコーヒーです。そうなんですね、はい、まあ、フルーティーなコーヒーって言うとやっぱりとかってなるんですけども、うん、まあ、基本的にはその果実感とかそういったものはコーヒーの味わいの本質だったりしますので、はい、まあ、その中でも、特にやっぱり果実感の際立ったものです。こちらエチオピアのとあるコーヒーです。果実感は本質なんですね。そうですね、もともとやっぱりコーヒーの味の本質も果実です。へ、深いなぁ。そんなにこう意識してコーヒーを飲んだことがないから、僕は
こういういろいろ並んでる中で自分の好みなのを探すのが ね、 ね、 そうですね、楽しいですよね、うん。